すべてはオーディンの手中であった。彼は連合軍の攻撃により弱ったアレスからゼウスの力を吸収。全世界の絶対神となるべく着々と準備を進める。この危機を救う鍵となるのはオリンポス神ゼウス。オーディンの暴走を止めるには彼の力が必要であった。連合軍はゼウスの体の行方を知るロキとの接触を試みる。オーディン配下のロキを説得するのは容易ではない。それでも世界を救うため、人間は進まねばならなかった。アレス殿、やっと追いつきました。お一人では危険です。どうか私たちと共に。俺は父やアテナとは違う。人間などと慣れ合う気はない。アレス、救われておいてまだそのようなことを。自分の過ちは自分で責任を取ろう。どんな手を使ってでもな。アレスさん、言ってしまいました。やれやれ、どこまでも勝手な神様だ。果たしてそうでしょうか。先ほどのお話を聞く限り、アレス殿は本来真面目な方のように思えます。相当思い詰めたご様子、大丈夫でしょうか。うん、気になるな。アレス殿が危なくなる前に私たちも急ぎロキ殿を探そう。ロキ殿はあそこに。私が行こう。急ぎ向かわねば。バカめ、これを敵が多くては近づけるな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ、無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ、銀兵、ロキ殿の大人で道を開くぞ。父上の亡骸のありか、力ずくで聞き出してくれる。オーディン、絶対に許さんぞ。この砦は制圧してやったぞ。こたびの戦果、執着至極に存ずる。水村、押して参る。敵の動きが読み切れません。念のため孫一様や稲姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。あそこにいるのは両夫のメスね。彼らが戦わなければならないなんて。少しは楽しめた。炎の剣を。あの方、何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、暴威を振るい、ただひたすらに争いを求める。それが力だ。貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるなよ。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。この砦では超支流が抑えた。私が行こう。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいまい。気を抜くでないぞ。お見事、全くの世辞抜きで総合戦。このうちに兵力では敵が圧倒的に有利なのに、なぜ奴らは数で押し潰そうとしない。ご無礼ながら私もそこが引っかかっております。
慎重に敵の動きを見極めるべきか。そういう時こそ勢いに任せて突っ込むべきだわ。ここはリナが衝突はならんぞ。衝突は小十郎を信じ控えておれ。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。前進あるのみ。ほう、前進あるのみ。面白い。すぐにひねり潰してやる。待っていろ。素晴らしき技の数々。戦うぞ。きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。知らせるわけには。この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。来い、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。私がエルアがあったとき、もはや奴らの勝ち目はない。無駄な抵抗はやめ、安らかな死を選ぶべきだ。私はただ願いを叶えるために生きてきた。打ち取ったり。あの屈辱の日々、超分煙水産忘れられるはずもない。少しはできるようだな。邪魔だ。その程度で俺は倒せんぞ。邪魔だ。私が昔の冷たいあなたも、近頃の柔らかいあなたも俺が好きだ。ありがとう。どうなのでしょうか。ナゴイチ、干し草の背中にオナゴを口説くでない。異世界に来ても貴様はまるで変わらんな。来い、今度こそ俺を満足させてみろ。全身の神の竜、竜人の子孫、真の三国無双です。えい、孫一、アテナばかり見よって真面目に戦うのか。美しい女神から目をそらすなんて無理な話だ。それで敵にやられるなら本望だぜ。超分煙が打ち取った。これが一助となれば。それは困るな。できれば無事に生き延びてほしいが。見事砦を押さえてくださったようですね。押して参る。引き続き他の砦もお願いします。わあ、間近で見るとやっぱりすごい筋肉ですね。非力の私ですが精一杯頑張ります。かかってこい。私が貴様のその馬鹿力でも俺は揺るがんぞ。我が手に光を、黄金連弾。久々に楽しめる。いいか、俺以外の奴にやられるなよ。練習は手を振るやつ一緒だ。あっぱれでございます。その働き、賞賛に値する。私を見よう。たのれ、勝ったと思うなよ。私が行く。あんたみたいな腕利きがいちゃ傭兵の出番がなくなっちまう。貴様の本気を俺にぶつけろ。共に戦うぞ。これもお仕事なんで。付近の砦は概ね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないのか。黄金弾。愚かな人間だ。ゼウスの力を得た私に抗おう。無駄なことだ。現れましたね。全軍、オーディンの進攻に備えてください。面白い。押して参る。その力、俺に見せてみろ。
貴様の相手をしている暇はないが、どうしてもというなら思い知らせてやる。私がついにオーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ては戦場が荒らされてしまう。私が行こう。人魚、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。我が手に光を。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。旅霊騎出るぞ。リョフの娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。共に戦うぞ。ここへ待ち。私の静止を振り切り、突っ込む気満々のご様子。なら、行って蹴散らしてきていただきましょう。ひどい。この度の戦果、終着至極に存ずる。お司教区殿、今こそ鬼神の武を発揮する時ですぞ。思うがまま、思うがままに暴れてくだされ。間もなくこの地にあの神が訪れるはず。戦の流れが変わるその時、その時が策の要点ですぞ。私が行こう。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。我が手に光を。これが向こうの軍師の狙いだとする。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。はい、しまし。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。わかるぞ。今正面からぶつかったので勝ちが嘘。趙雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか自信はないけど頑張ります。でやるとは。だがそうでなくてはつまらん。使えぬわけではないよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。言われずとも心得ておる。呂布は強敵だ。政宗、私も共に行こう。オルワシの女神をあんな危ない男のそばにはやれないな。とはいえ諸突猛進するひねぎにも心配だ。ご心配なく。呂布の娘は私一人で抑えます。なのに敵が多くて進めない。我が手に貴様こそ俺の相手にふさわしい。邪魔だ。俺はこんな戦いを待っていたのか。貴様、私が人間が討ち取った。変身あるのみ。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上に戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。私が行こう。そうなれば呂布ももう戦うことなどできない。我が手に光を。焦がれるか。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし遊びは終わりだ。変身あるのみ。最強呂布、その身に刻んでくれる。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。おお、貴様も神か。面白い。俺と戦え。攻め抜け。はい、承知。
私の力は見せ物ではない。だが人間たちのためお前を止めよう。我が手に光を。甲賀連山。甲賀の神殿けど、もう少し俺の力を頼ってくれてもいいな。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった。私もお前たちと共に行こう。練習の趣味でよ。俺オーディン、俺の戦いの邪魔をするな。私が行こう。力ある人間はユグドラシルの良い餌となる。あまり消耗させたくない。リョフ、お前は残念。共に戦うぞ。はい、覚えました。はぁ、あ、ー敵将撃ち取ったり。ふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するなら、もはやこれは次に俺が消し飛ばすのは貴様だ、オーディン。わしが出よう。貴様との戦いが一番楽しめそう。我が肌のお前にかかってこい。目先の欲が私に逆らって、どこかで愚かな男へ。敵将、敵将、敵将が討ち取った。リョフ殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。我が手に光を。やはり向こうの軍師はリョフが離反するのを読んでいたようですね。故に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですが。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間よ、またまみえ。わしが出よう。逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿のもとへ向かわねば。お見事、全くの世辞抜きで総合殺。神器、お前の死はこの事態を読んでいる。兵の動揺を抑えるためは即興とは思えぬぞ。神の思惑とじゃ、ヨフ殿の理想とは反人間のもの。私は二つをあるべき姿に戻しただけですぞ。お見事な活躍ですな。見ただろ、君たちにオーディンは倒せない。そろそろ諦めることを進めるが。それはできません。私たちは最後まで足掻いてみせます。参ります、ロキ殿。ロキ殿、私たちの思い受け止めてください。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。教えてください、ゼウス殿は一体どこに。ロキ殿、この景色は。ロキ殿、ありがとうございます。しかし、なぜ。今さら奴が出てきたところでオーディンの計画は止められはしない。そう、止められないんだ。
彼らはこのまま滅びる。私の願いはたった一つ。叶えるためならどんなことでもしよう。それなのに、なぜ私はこんなにも迷っている。ロキ殿がゼウス殿の居場所を教えてくれてよかったです。奴にしては珍しく何か迷っている様子だったな。いつも余裕を崩さぬいけすかぬ男だというのに。味方として共に戦い、そして敵として対し、人の強さと可能性に気づいたのかもしれぬな。そしてこのまま滅ぼすには惜しいということに。そうかもしれないな。まあ鬼神も味方についたんだ。人間はそう簡単に滅びたりはしないさ。ふん、俺は強い奴と戦えればそれでいい。あのままオーディンの元にいればそれができんからこちらに来た。それだけだ。ふう、呂布殿はどこの世界でも変わりませんな。オーディンを裏切っていただくためにどれだけ苦心したことか。あの、陳久さんは呂布さんを寝返らせるために敵軍に？もちろんですとも。オーディンに全てを滅ぼされてはたまりませぬ。ですが呂布殿が奴についたままではあまりにも危険ですから、呂布殿が裏切るよう仕向けたのです。あの方にとっては自由に戦えぬことが一番の苦痛ですから。陳久、よくも父上を利用するような真似を。でもそのおかげであなたはお父上と戦わなくて済んだ。世界を救うために一緒に戦う方が素敵でしょ。それはそうだが。これからよろしくね、デーキ。それにしても厄介なことになったわ。まさかオーディンを倒すことができぬとは。何度も蘇ってしまうなんて、ゼウスさんの力を得たからなんでしょうか。このままでは破壊神を倒したところでオーディンの野望は止められぬかもしれない。戻って皆で対処法を考えねば。両方戦の部、誰にも止められはせん。鬼神の娘呂麗騎。皆、秦広大、乱世にその名を轟かせましょうぞ。頂上よな。何度でも蘇るオーディンを倒す。難しいですが、この世界であればこそ試せる方法が一つあります。やっぱりそう思う？腕輪も使えそうな気がしない？それはいいですね。力を込めるのに最適でしょう。すまぬ、さっぱり話が読めぬのだが。失礼いたしました。まずこの世界はもともとオロチが作ったもの。滅びへ向かう意志が何よりも優先されます。この世界にいる限りきっとオーディンもそれに逆らえない。だからオロチを倒してその力を利用するんだ。腕輪は神の力を込め刺激するためのもの。オロチの力であっても原理は同じはずです。
腕輪に魔王の力をも注ぎ神を討つか。というわけで、アテナさん、アレスさん、オロチは頑張って倒すから、その力を吸収して腕輪に入れられたりしない？それは難しいな。あの腕輪はかなり繊細なものだ。不用意に扱えば壊れてしまう。オロチ本人が行うならいざ知らず、他者の力を外から腕輪に込めるとなると、想像を絶する丁寧な制御が必要だ。それができるのはおそらく父上だけだろうな。となると、ますますゼウス殿の復活が欠かせないな。ロキが教えてくれた場所に急がないと。だがアレス、本当に父上を蘇らせることができるのか。今のお前のどこにそんな力が。余計な心配はするな。俺は必ずやり遂げてみせよう。その後のことはお前に任せる。いいか、何としてもオーディンを倒せ。人間どもと力を合わせればできるだろう。アレス。ウジアス、のんびりしていていいのか。海戦は近いぞ。若造みてえに張り切る年でもねえんでな、ぼちぼち戦支度をしようと思ってたところだ。そうか、俺はてっきり戦は娘に任せて、そろそろ隠居でも考えているのかと思ったぞ。ドアホー、うちの娘はまだおしめが取れたばかりだぜ。そういうてめえんとこはどうなんだ、孫権。うちのジャジャ馬もまだまだ危なっかしい。俺が前線で踏ん張ってやらんとな。ったく、いつまで子守をしなきゃならねえんだか。